えー、20代半ばの同僚男性についてです。彼は新入社員でありながらすでに最新持ちで保育園のお迎えを理由で早めに職場を離れます。家に帰ると可愛い,い妻と協力的な両親が待っているので、正直羨ましいです。一方で他の新入社員たちは毎日残業するので、彼だけ遅れを取っています。子供が落ち着いたらバリバリ働いて新築ローンの返済を頑張ると言っていますが、スタートダッシュで遅れを取った彼が数年後に本気を出して出世コースに乗ることは可能でしょうかはい、可能だと思います。 えっとまあその会社にもよるんですけどあの結局ある程度その家庭を持ってる人の方がでこういうその子供育てましたよっていう人の方が家庭の事情だったりっていうのを分かる人の方がまあ営業だったりすると話しやすいじゃないですか。 なので、あの、その、えっ、ー、と、会社の中では残業しなかったことで遅れを取ってるかもしれないですけど、人間の経験としては先取りをしてる部分があるので、普通だったら30代ぐらいで経験してるものをもう20代の中で経験してるので、なので、あの、相手の人が40代とか、その、で、あの、なんか、子供がそろそろ大学なんだよね、っていう時に、その自分が30代の時に、あ、うちもそうなんですよ、みたいな話があるけど、もうそんな早くねえか。<laughs> まあいいや <laughs>。っていう感じで、あの、要は人生経験っていうのを先にしてるっていうのがあるんで、プラスになるんじゃないかなと思います。 えっと、あと、ま、子供の世話やってると、割と、あの、理不尽体制上がるんですよね。あの、要は子供って、あの、怒っても治らないじゃないですか。でも、大人とかまともな人間って怒るとやめてくれるんですよ。でも、怒ってもやめてくれない人に対して、我慢をするか、どうやって言いくるめるか、みたいなところの経験っていうのがたまったりするので。